これなんですけどね、なんかね、ブツブツがいっぱいあるんですよ。どうもこんばんは、桃太郎でございます。まあ、ちっちゃな秘宝なんですけどね、これね、最近気づいたんですけど、なんかね、なんか噛んだような、ね、傷がいっぱいあるんですよ、このアンテナに。で、まあね、年末年始にかけてなんかあのエンジンルームの中にね、なんか謎の生命体が入ってエンジンルーム内ちょっと噛まれたような跡があったんで、それとちょっと関係してるのか分かんないんですけど、でこれまあ回転すればこうやってネジ式なんで取れるんですけどね。遠目に見てたらあんまわからないんですけどね、まあ、ちょっと近くに見たら気になるんで、ちょっと一遍アンテナを社外品のやつに変えてみようかということでやってみたいと思います。で今回購入しましたのはこちらですね。ちょっとテカってますけども、F クリエイトさんのカーボン伸縮ショートアンテナということになっておりますね。ちょっと中身出して見てみたいと思います。中身はですね、アンテナ本体とスペーサー、それからネジですね。ネジが3種類ほど入っているんで、まあ、Nボックスに合うやつを使うということになると思います。で伸縮タイプなんで、一応こうやって伸びるんですよね。一応伸びるタイプを買いました。で、ここの色を私ね、商品ページの画像で言うともうちょっと黒いのかなと思って、黒シルバーっていうのを買ったんですけど、結構シルバーが強いですね。だからどんな感じなのかちょっとよくわからないんですけど、一応黒いのもありまして、あとこのショートアンテナなんで伸縮しないやつも売ってます。だけどまあ何かの時に役立つかなと思って、とりあえず伸びる方、普段はこうしとけばいい話なんで、伸びるやつを買ってみましたんで、これをちょっとつけてみたいと思います。これ本物のドライカーボン使用脱走でございます。長さがこんな感じですね。これぐらい違います、元のやつと。伸ばしますとまあ3センチぐらい新しい方が大きいという形になっております。まあ、先ほど取りましたから、これにこの中盤、中くらいの方の細めのネジをつけたいと思います。これをはめます。よいしょ、はまりました。はい、で続いてスペーサーですね。スペーサーよし、しときましょうかね。本体をこのネジ式なんで全部ネジでくっつけるだけでございます。はい、これでピタッとはまりました。こんな感じでございますね。でまあ、伸ばしてみるとこんな感じで、この辺まで伸びますね。こんな感じだから、あまり目立たなくなった感じでございますね。伸ばしていても、知ってる人はもうみんなご存知だと思うんですけど、これまっすぐについてないんですよね、アンテナって。ちょっと外側に向かってるんで、これ面白いですよね。ということで、今回はですね、私の Nボックス特別使用者
のアンテナ、ロッドアンテナが誰かに噛まれたようでございますんで、社外品の、伸縮式のショートアンテナに交換してみました。昨年の年末ですね、発見したエンジンルーム内が、何者かによって噛まれたとか傷つけられた件、その後注意深く点検しておりますけれども、今のところは大丈夫なようでございますね。一方、今回のアンテナの傷についてはですね、いつついたのか、正直あんまり見てなかったんで分かんないんですよね。多分ね、エンジンルームの犯人と同一犯ではないかと私は踏んでいるんですけれども、特に証拠もありませんので何とも言えないところなんですが。で、今回交換したF クリエイトさんの伸縮式のショートアンテナですけれども、こちらはですね、思っていたのと、届いた商品の色違ったんですけれども、実際装着してみるとですね、ボディ色白ですが、と違和感もなくて、で、質感も上がって、ちょっと高級な、割と上品な感じになったと、思います。なので非常に気に入っているんですけどね。で、もちろんですね、存在感が欲しいという方はブラックも十分ありだと思いますね。ブラックの方が人気かもしれません。で、アンテナということで、ラジオの感度っていうのが気になるところではあるんですけれども、正直交換後に良くなったとか悪くなったとかっていう判断がね、全くつかないですよね 現時点で。で、そもそも私の家の周りではですね、自分の好きなラジオ局のを聞く分にはですね、純正のアンテナを外しても、つけてる時とね、変わらず聞こえてしまうんですよね。だからもう少しね、なんか別の場所、もうちょっと田舎とか、そういうところに行かないとわからないんですかね、違いね。ただそこまでして ラジオ聞くことがあるかっていう問題もございまして、万が一ですね、伸縮式がこの役に立つ時があれば、最高という気持ちだけは持っておきたいと思います。だけど今回の特別商社はちょっといろんなところを噛まれておりますね。ほんま誰が噛んどんねん。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方は高評価ボタン、チャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。あとブログ、ツイッターもやっております。そちらもぜひ見てくださいね。それではまた。